はい、どうもです。リリーです。ということでですね、前回ですね、飛行機で新千歳空港まで来て、空港で閉じ込められかけて、で、結局一悶着あって、今、旭川にいるんですね。初日から試される第一ガチモードを体験したわけですけれども、で、今日はですね、ここから網走まで向かいます。乗車していくのは、特急の、大雪1号ですね。それに乗っていこうと思うんですけれども、ここでもまた一悶着あったんですよね。もともと乗る予定だったのが、キハ 1% 系なんですけど、なんか、昨日の大雪の影響をまだ引きずっていて、車両の運用がなんか変なことになってるんですよね。それでなんか、結局車両変更で、261系のラベンダー編成に当たることになっちゃいましたので、まあ、いいのか悪いのか、ちょっとそれをね、はい、ちょっと楽しんでいこうと思います。はい、ということでもう入線してましたね。ラベンダー編成っていうのはもう本当に最近できた車両なんで結構新しいんですよね。しかもラウンジがついていて、最初は一方さんに乗りたかったんですけど、まあこれでもいいのかなっていう、ちょっと複雑な心境ですね。This is a non-sloping train. All sales services are available on this train. この辺でシートをチェックです。シートはこんな感じ、紫色のモケットが貼られていまして、テーブルの方は背面テーブルがついています。広さも十分使いやすいテーブルがついていましたね。テーブルの下にはネットとドリンクホルダーがありまして、まだリクライニングの方はこちらのボタンで操作をします。全開に倒すとこんな感じで、この座席グレードアップ仕様だったかな、なので結構座り心地もいいんですよね。枕もこういう風なしっかりとしたね、可動式のものがついています。261の5000番台特有の設備なんですが、なんとインアームテーブルもこういう風についてるんですよね。通路側と窓側の座席両方についているので、こういう風に結構広いテーブルをね、使うことができるんですよね。旭川を出た列車は程なくして新旭川を通過していきます。ここから宗谷本線と分かれて石北本線という路線に入っていきます。網走までずっとこの路線をね、走っていくわけなんですね。上川の手前で、これは石狩川で合ってたかな、を走っていきます。ちょうど粉雪も舞い始めまして、太陽の光とね、こう相まってキラキラしてて結構綺麗でしたね。旭川から40分ぐらい経ちまして、最初の停車駅上川を発車していきます。この上川は日本で一番早い紅葉が楽しめる層雲峡温泉の最寄り駅だったりもするんですけれども、でもこの最初の停車駅まで40分もかかるんですよね。この列車自体網走まで3時間から4時間ぐらいかけて走っていくような特急列車ですので、まだまだ先は長いです。雪除けのシェルターをくぐりまして、見えてくるのが上越信号場と呼ばれる信号場です。北海道で最も高いところにある信号場なんですね。標高は634m ぐらいでしたかね、確か。結構高い位置にあるんですよね。もともと駅だったんですけれども、使う人がいなさすぎて廃止されてしまった場所なんですね。ここからいよいよ峠越えの本格的な区間に入っていきます。この上越信号場を過ぎてもうすぐにね、長いトンネルに入っていきます。これ実は石北本線で最も長いトンネルなんですね。全長は約 4.3km ぐらいあるんですよね。このトンネルで峠の山々を一気に越えていきます。石北トンネルで峠の頂上をね、一気に越えまして、しばらくは下り勾配に入っていきます。山あいの小さな町マルセップに到着です。このマルセップは林業で栄えた町なんですね。今でも木材を運ぶために作られた、軽便鉄道という、ちっちゃいトロッコ鉄道みたいのがあるんですけど、それの、保存会の人たちが運営している、体験施設があるんですよね。今でも SL が走っていて、名前は何だったっけな、雨宮21号だったかなっていうのが走ってるんですよ。
洗面台がね、変わった形してるんですよね。通路にこう沿ってるタイプじゃないですか。ちょっと斜めになってるんですよね。面白いですね。でこう入ると、まあ、ちっちゃいなんか洗面台がありまして、鏡の方も結構コンパクトですね。はい、でお湯が、あ、お湯がね、水が冷めて、なんかすごいガラガラですね。前にエキデッドで、座席表を見た時はね、6割7割ぐらい埋まってたんですけど、札幌方面から岩見沢方面が全面運休になっちゃったんで、多分その影響で、本当は乗るはずだった人たちが乗れなくなっちゃってるんでしょうね。さて、本でもってですね、このラベンダー編成の特徴として、この自由席のラベンダーラウンジですよね。だからその前になんかシャッターが降りてますけど、ここはカウンターでになるみたいなんですよね。なんで中に販売員さんが立って、ここで物を販売するなんていうこともできるらしいです。で、ここに行くとラベンダーラウンジって書いてありますね。早速中入ってみましょう。片方の椅子はこういう風にカウンター席になってるんですよね。各テーブルのところにコンセントとスマホのスタンドがあるので、ここでみんなでスマホで動画を見ながら車窓を楽しむなんていうこともできるんですね。で、もう片方の椅子の方はこういう風なボックスシートになっていまして、一見すると座り心地悪そうなペラペラシートなんですけど、実はね、このクッションがだいぶ柔らかくて、今日もソファーみたいで座り心地はめちゃめちゃいいんですよ。こういう風に線路に対して向かい側に座るっていう経験はないので、結構新鮮な、なんて言うんでしょう、眺めですね。はい、ということでエンガルに到着です。あー、見た目だ、寒い、寒い、寒い、中いろ、中いろ。このエンガルで進行方向が変わります。なんでそんなことになってるのかっていうわけはね、後々話しますので、寒い、とりあえず自席に移動しましょう。席の向きを変えないといけないんでね。なんでこんな進行方向逆転なんていう怪奇現象が起きているのかと言いますと、これ実は昔はですね、こっから北へ向かう名寄本線っていう別の路線が分岐していたんですね。というか、もともと名寄本線の方が先に開業していたんですね。で、後からその名寄本線に合わせて、まあ、線路をつなぐ形で石岡本線ができたため、まあ、不自然なへの字型になってるんですよね。ただ今は名寄本線廃止になってしまいました。なんですけれども、その当時のね、スイッチバック構造っていうのは、まあ、そのまま残されて現在に至るということなんですね。生田原を出るともう山間部に入ってきて 3G になってますよ。今時 5G とか言ってんのに 3G も時代逆戻りした感じがありますけれども、で、ほどなくすると見えてくるのが北海道開拓の悲劇の舞台とも言われる、まあ、有名な縄文トンネルですね。500m のトンネル工事に約3年を要したんですね。で、この縄文トンネルというのはタコ部屋労働と言われる、まあ、悲惨な労働環境で、まあ、何人もの人が犠牲となったことで知られています。労働中病に倒れた人なんかね、もう治療もされずに生き埋めにされて、人柱としてトンネルの壁に埋められた人もね、いたっていう風な、当時の報告書も残ってはいるものの、あまりにひどい内容だったため、まあ、噂話だろうと言われていたんですね。まあ、しかしトンネルの改修工事を行われることになった際に、まあ、壁から立ったままの人骨が多数発見され、報告書の内容は本当だったことが分かったんですね。心霊現象なんかも実は相次いで、トンネルの近くに慰霊碑が建てられました。もう非人道的な行為がまかり通っていた時代があったことを僕たちもね、知る必要がありますよね。こうして自由に列車で行き来できているのも、そういう先人たちの犠牲の上に成り立っているということを深く知っておく必要がありますね。山間部を抜けていくと、ルベシベという駅に到着というか発車していきますね。ルベシベっていうのはアイヌ語で峠を越えたところっていう風な意味があるそうです。もうそのままですね。北見駅の手前で、地下に入っていきます。
北見トンネルっていう風な名前がついていたような気がするんですけれども、で実はこの地下トンネルね、北海道では新千歳空港線と札幌市営地下鉄とこの北見の3カ所だけしかないんですよね。北海道ってこういう風な大きい町がいきなりボーンと現れるので乗っててびっくりしますよね。さっきまであんな小さい町ばっかりの山の中を走っていたのに。網走湖が車窓左手に見えてきます。この時期は寒すぎて水が全部凍っちゃってますね。白い雪原みたいに見えてますけど、もう多分こんだけ凍ってれば上普通に歩いたりできるんでしょうね。3時間長かったですけれども、ラベンダー平成の車内がねすごく快適で楽しい旅ができました。やっぱり北海道の雪はねベシャベシャしてないんですよね。サラサラしてるんで、もう足元とかもね結構歩きやすいんですよ。今日のお宿はこちら、はい、親の顔より見たこの青い水色の東横院の文字ね。やべやべ、閉めちゃった。あーちょっと、はい、いつもの東横院です。ということで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。